令和6年1月29日晴れ。急遽、暇になりましたが出かけられないので。ヤマハ除雪機のエンジンオイル交換をすることにしました。シーズン初めに一度交換していますので。交換する必要はありませんが、暇なのでやりますよ。まずは除雪機のオイルを温めるため。広い場所へ走行してきました。ブレードを下げて、右側のカバーを取り外しました。オイル注入口が狭いのでカバー外した方が作業が楽ちん。4箇所をドライバーでネジを取るだけ、自分のは3箇所。1本ボルトなくしています。カバーが外れる頃には十分オイルが温まっていることでしょう。エンジンを停止してオイルゲージを見てみますと、なんと オイルまだまだ綺麗です。ちょっと汚れてきた。オイルが減っている感じもないですね。本日のオイル交換方法はオイルエキストラクターで。注油口から吸い上げてオイルを抜き取ります。エンジンオイル上抜きしてみたよ。注油口にホースを差し込んで、入るホースはほんのちょっとだけ。無理に奥に入れようとするも入らないので、シュポシュポとポンプで負圧をかけて、オイルを吸い上げています。ゆっくりですがホースにオイルの流れが見えますね。上がってくるオイルを見てもまだまだ綺麗でもったいない。そう思っていながらも、前回のオイル交換の時、1リットル缶のうち600ミリリットル使いました。その残りの400ミリリットルだけ交換したいのです。結局400残しても、来年は1リットル缶を買ってきて、400入れて、200入れて、800残して。800残れば1シーズン買わなくてよいけどさ。上がってくるオイルを見ていても、特に異常なし。今使っているオイルは、タクミモーターオイル。
社用の 5W30 で、化学合成油です。このオイルを使ってからやっぱり静かになった気がしますね。燃費はちょっとわかりません。どのくらい吸い上げたか見ようと持ち上げましたら、タイミングよく終わったようです。ダメ押しのシュポシュポ。意味がない。ホースを抜き取って吹き吹きして、吸い上げたオイル量を確認してみました。1リットルのメモリーの半分くらいでした。一応ビーカーに入れて計量してみました。そしたらほぼ500ミリリットル。ということで、新しいオイルは400しかないので、この汚れたオイルから100補充することになりました。エンジン内部にもオイルが100残っていますので、3分の2入れ替えて汚れを薄めていくことになりました。先の細いロートを使って新油400入れて、ちょっとずつ入れてこぼさないように。新しいとドロッとしててオイルって感じもあって、気持ち良いもんですよ。ここでオイルレベルゲージで量の確認もしてみました。規定量は600で、オイル量の共用範囲から見ても、100プラス400イコール500でも OK でしょう。実際にゲージを入れて確認してみたところ、ちょっと見えない。ゲージの真ん中ぐらい。車なら真ん中で良いじゃんって思いますが、600ml で空冷ともなれば、規定量を入れておきたいと個人的にそう考えました。そのため、不足分の100を汚れたオイルで補充して、規定量に合わせておきました。車のエンジンオイル抜いたり、HST オイル抜いたり、いろいろと混ざってしまったかもしれませんけどね。
ゲージで上限ぴったり。注油口からもオイルが溢れんとばかりです。キャップを閉めまして、エンジンをかけてしばらくの間、カバーを取り付けてました。今季は雪が少なくて除雪時間も少ないですが、一度開封したオイルを来季まで保管せず使い切る、そんな理由でオイルを上抜きしてみました。新油と古い油が混ざり合ったところで、もう一度オイルの確認をしてみました。量は規定量ぴったり、交換前よりはきれいになりました。元に戻したら少し走りに行ってこようかな。本日のアイテムたちよ。改めて抜いたオイル見ると黒いね。廃油ストーブ欲しいですね。スポーティー除雪機には傷はつきものさ。ブレード日和。